賞味期、早田ひなの特攻資料館行きたい発言が中国で物議、フォロワー4万人激減の理由とは、間違った言葉や行動はあなたを危険にさらす可能性があります。パリ五輪卓球女子代表、早田ひな選手の発言が注目で物議。パリ五輪で卓球女子日本代表の早田ひな選手、24が、中国国内での発言が波紋を呼んでいます。早田選手は女子シングルスで銅メダル、団体で銀メダルを獲得し、卓球の強豪、中国に挑戦し続けましたが、その発言が中国のネット上で大きな反響を呼んでいます。中国 SNS での反応が対照的。問題となったのは、早田選手が8月13日にフランスから帰国した際の記者会見での発言です。今やりたいことは、と質問された際、早田選手は鹿児島の特攻資料館、知覧特攻平和会館に行って、生きていること、卓球をできることが当たり前ではないことを感じたいと述べました。知覧特攻平和会館は、第二次世界大戦での特攻隊員の遺品や資料を展示している博物館です。日本では、早田選手の発言に対して称賛の声が上がっていますが、中国の SNS では賛否が分かれています。中国版 X のビヒロシ、ウェイボーでは、早田選手の発言を問題視するコメントが多く寄せられ、批判が続いています。中国メディアの報道とフォロワー減少。中国メディア探せキツネは、8月20日に早田選手の発言に関する複数の記事を掲載しました。記事では早田ひなの発言がファンを怒らせ、深刻に受け止めるべきだと指摘し、早田選手の言葉や行動に対する注意を促しました。また、卓球は競技だけでなく、深い文化的、歴史的な背景を持つため、選手のパフォーマンスが広範な影響を与える可能性があると述べています。さらに、スポーツメディア振動体育は、早田選手が運営する美白のフォロワー数が激減したと報じました。記事によれば、以前は16万人だったフォロワーが現在は12万人に減少し、短期間で4万人のフォロワーを失ったとされています。卓球の強豪国中国において、早田選手は高い人気を誇っており、コメント。それを一切考慮せずに自分が今ここに生きて、卓球をしているということを彼女なりに深く考えた結果だと思います。その姿勢には素直に感心し、応援したいと思います。昨年末に公開された映画、あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら、の影響があると思います。20歳前後の若者たちがこぞって映画館に足を運び、感動のあまり涙している様子が見受けられます。うちの子供も、特に親が勧めたわけでもないのに友人と映画を見に行き、とても感動したと興奮して電話をかけてきました。普段は一人暮らしの子供から電話がかかってくることなどないので、こちらが心配するほどでした。早田選手もこの映画や原作を読まれて、ぜひ知覧に行ってみたいと思われたのかもしれません。しかし、中国がその純粋な気持ちを無視して批判する行為は不適切だと思います。自分たちと同年代の若者たちが命を国のために捧げた特攻の意味を深く考える良い機会となるはずですが、中国がそのような事情を理解せずに口を挟むことは無礼だと感じます。中国にとって、日本国内の戦争に関連する事柄全てが攻撃対象となるのでしょうか。知覧特攻平和会館には、60代の私と妻も訪れたことがありますが、そこは若くして特攻で命を落とした方々のための鎮魂の場所だと感じました。太平洋戦争は、アジアを含む広範な地域で多くの命を奪いました。知覧特攻平和会館を訪れて改めて感じたのは、無謀な戦争を引き起こした軍部と、その戦争を阻止し早期に終結させることができなかった当時の日本政府への強い怒りでした。訪れる人々が共通して感じる感情だと思います。この場所は決して特攻を美化するためのものではなく、そこで亡くなった若者たちの無念の気持ちが、訪れる人々に平和の重要性を再認識させる場です。早田選手が現在卓球に専念できるのは、平和の基礎を築いてくれた先人たちへの感謝の気持ちからだと考えています。日本人なら、今の幸せを感じるたびにこの感謝の念が生まれるものです。戦争の美化だとしか考えられない人々に理解を求める必要はないと思います。本当にこの言葉が、これ以上でも以下でもないにもかかわらず、様々な憶測を呼び起こして解釈されるのは、早田選手にとっても心外でしょう。人の言葉や個人的な意向を頭ごなしに批判するのではなく、文中にない内容を勝手に深掘りして、自分たちの思想に基づいて曲解するような読解力を見直すべきだと思います。選手たちには、遠くからの反発に左右されず、日本での日常を気にせず過ごしてほしいと思います。フォロワーが16万人から12万人に減少するのは、中国の事情を考えれば予想の範囲内です。実際には、
その4万人のうち、本人の意思によるものは半分以下で、多くはフォロワーであることを知られたくないなどの配慮か、様子見でフォロワーを外したケースが多いと思います。したがって、12万人のフォロワーが変動しなかったと考えるべきです。1週間が経過し、中国の卓球ファンの反応は一色ではないことが伝わっています。この状況に対する一部国内メディアの一方的な反発がどこから来るのか、とても興味深いです。直ちに、特攻資料館、治安特攻平和会館の警備を強化し、多数の監視カメラを設置するとともに、地元警察と連携を深めるべきです。靖国神社の鳥居にいたずら書きをしたのと同じような行為が、治安特攻平和会館にも行われる可能性が高いと考えられます。今回こそは、いたずら書きをさせず、むしろ監視体制を強化して、犯行を現行犯で捉え逮捕することが求められます。このような不正行為には相応の刑罰が課されるべきであり、無法な行為が放置されるべきではありません。なぜ中国の見解を取り上げて、日本人の不快感をわざわざ煽るのでしょうか。こうしたメディアの過剰な報道も、NHK の問題と同様に、もっと厳しく規制できないのでしょうか。最も傷つくのは発言した当事者であり、選手に対する誹謗中傷を引き起こすメディアの報道は罰せられないのでしょうか。早田選手、素晴らしいです。英霊たちが命を懸けて日本を守り、そのおかげで私たちは日本人として今の日本に生きることができています。どんなことを言われようとも、日本人はその事実を決して忘れてはいけませんし、次の世代にしっかりと引き継いでいけるよう努力していきたいものです。卓球は競技スポーツであるだけでなく、深い文化的及び歴史的伝統を表していますとのことですが、その文化や歴史的伝統は中国のものではありません。これに反応しているのは中国と韓国だけで、卓球の発祥地であるイギリスや、特攻隊の攻撃を受けたアメリカは何も問題視していません。自国の価値観を世界の標準のように伝え、世界的なスポーツである卓球を中国のものとして主張する中華思想は、オリンピックの精神とは正反対であり、争いを引き起こすだけの考え方だと早く気づいてほしいと思います。ディズニーランドの修学旅行も良いですが、高校生には、遠足や家族旅行を兼ねてでも、ぜひチランを訪れてほしいと思います。私が初めてチランに行ったのは23、4歳の頃で、鹿児島出張のついでに立ち寄りました。その日は、ちょうど高校生たちの遠足か修学旅行の日と重なっていました。資料館の外に展示されている戦闘機を見て、かっこいいと興奮している男子生徒たちがいましたが、列が進むにつれて、遺書のコーナーでは、その男子生徒たちがおえつを漏らし、声を出して泣く子もいました。それをあざけ笑う人は誰もいませんでした。遺書の筆跡には驚かされました。内容もまた、誰もがお国のためとして特攻していないことがわかります。家族や恋人のために命を捧げたのです。戦争で命を落とされた方々は皆、そのような思いで特攻されたのでしょう。今私たちが生きていられるのは、そのおかげです。この施設は、そのことを気づかせてくれる場所です。生の声で綴られた遺書は、ぜひ読んでおくべきです。